こんにちは、ヤスです。今回はいまいちやる気が出ない時のカンフル剤第2弾ということで、以前は、シネマ系の音源使ってシネマ系の曲作るといいよってね、あれ簡単だからね、音作りとかも基本あんまそんな別になんか考えなくてもいいし、適当に下から音出していけば曲っぽくなるよってね、でいいですよっていうのやりましたけれども、今回はシンセを使いましょう。ねえ、まあシンセを使おうってなると、あんなつまみいっぱいついてんのをいちいちいじって音作るところからやる気出ないのに、そんないじる気しないよってね思ってしまう方もいるかもしれませんけれども、しません、もうそんなことしません。プリセット使いましょう。プリセットもうガンガン使ってください。一個一個の、まあ、例えばこれはセラムですけどね、一個一個のプリセットっていうのはいわゆる一つ一つの楽器と同じですから、まあ、それをきちんとねみんな購入してるわけですから、全然使っていいんですよ。普通に使って曲作って OK なわけなので、どんどん活用しましょう。こういうのね、もったいないですね、活用しないと。でこれ今ここで出してる曲っていうのはほぼ全部か、ほぼじゃないが全部か全部プリセット並べただけですね。並べただけで、まあ一応ちょっとこう、まあちょっとこうデジタル系エレクトリック系のものっていまいち細かいジャンルが僕はいまいち区別つかないところあるんですけど、まあ、こんな感じの曲をねちょっとね作ってみましたけど、はいはい、まあこんな感じで続いて、要はこの最初のコード進行、8小節のコード進行がもう延々続くだけですで、ちょっとこうブレイクな感じでね、間にこんな感じのを挟んで、まあ、こんな感じです。で、とりあえず、まあ、こういうシンセでプリセットをガンガン使ってもう組み合わせていくだけで曲作りましょうと、僕的に自分で、まあ、作ったところっていうのはコード進行だけですよねなので8小節分と4つコード並べただけっていう、なんかお、びっくりした違う、なんかこういうこの繰り返し、これだけ以上でっていうだけで、でまあこれを繰り返しに今作っていくということなんだけど、こういう場合はまあ今みたいにとりあえずなんかこうパッド系のこうフワーンって伸びる系のものを一つ音色選んで、で、まあ、こうやってね鳴らすと。でまあ次ちょっとこう刻むものがどうしても欲しくなるから、まあベースなりリズムなりちょっとこう打楽器系なりをのプリセットで選んでいけばいいわけね。で例えばまあこれちょっとリズムとベースがね一緒になるっていう、こういうプリセット、
とプラスちょっとこう下にベース、これでまあこの2人でも概ね刻んでるだけで、あとはなんだこれはなんだああまあリードだね。まあリードっていうか、まあ、リードの味付けというか、なんか上の方でなんかやってるやつっていう感じだ、これファーっとこうずっとは16小節ずっとロングトーン、16小節伸ばしっぱなしっていうね、だけです。で、まあちょっとアクセントで入れたところっていうのは少しその毛色が違う、これじゃないね、これ同じだね、同じリズムセットを、要はその空白を入れてるだけなんですよね。音細かくこれ全部バーッとロングトーンで伸ばしてただけなのを、こう空白入れてるだけ、これだけです。でこれでまあ曲のアクセント、曲全体のアクセントをつけるという。で、まあ、ちょっとそれだけじゃ面白くないんで、あのちょっと毛色の違う音も混ぜて重ねると、っていうところと、まああとプラスちょっとエレキハープなんかをね入れてみたりとかね、こういう、でまあちょっとこう節目節目で、あーなんか来るぞみたいなのが一つあるといいなっていうことで、まあ、このライズ系のこうふわーっと来る系のやつね、これ入れてるだけ。はい、でまあこれはオートメーションでボリューム切ってるだけね、ボリュームいじってるだけで、というところでまあおおむねこんなところの組み合わせだけで、なんかすごく作り込んだ曲っぽくなるじゃないですか。プリセット並べただけなんだけど、かっこいいよねプリセット並べただけだけどかっこいいでしょ。で僕が作ったのはもうただコード、最初にコードを4つ決めただけ、もうこの繰り返しずっとこの繰り返しで、まあシンセもいろいろ使えばいいんですが、今回は使ったのは、まあ主にセラムですね。ちゃんと活用してます。去年ようやく買いましたよなんて言ってね、僕言ってましたけども、もう大活躍してますよ。で、まあ、ほぼ全部プラスで、ね、セラムで、で この曲についてはでマッシブだね、マッシブ1個使ってて、で FM8 も1個使ってる、これだけで、あとは全部セラムですね。だからこんな感じでプリセットのシンセはもうそれ自体なんかこうリバーブとかも込みでもう一つの世界ができてるから、なのでまあその世界をそのまま利用してやればいいわけですよ。別にこっちはもうほとんど手つけなくていい、でっていう感じで作って、でまあここまでバーッとプリセット並べて、あなんかもう曲っぽくなってきたじゃんってなったら、もうっていうかもう集中力出てきてるはずだから、いろいろ作り込みたくなるよね、なるし、まあできるようになってくるわけですよ。でまあプラグインなんか挿していろいろこう音像いじったりとかね、周波数いじったりとかして、なこうどんどんこう洗練させていくっていう感じで、まあ立派に一曲ができるじゃないですかっていう感じです。なのでプリセット使うことになんか抵抗感ある方ももしかしたらいるかもしれませんけど、なんか自分で作らなきゃっていうね、音色も全部自分で作らなきゃって思って使わないっていう方もいると思いますけれども、僕としてはですね、別にプリセットはどんどん使った方がいいと思いますよ。だって買ったんだから、自分で買ったもんで使っていいので使っていいんですよ。プリセットを使わない縛りするっていうのはなかなか音楽制作苦労するなと思いますね。それやると楽器も自分で作らなきゃいけなくなるし、
人が作った楽器なんか使えねえよってね。なるでしょ。なるし、録音機材とかも人が作った録音機材なんか使えねえよってなるから、かなり大変だと思うんだよね、うん、だから別にプリセット一つ一つ、特にシンセのプリセットってもう一個一個全然違う音が出るじゃないですか。だから一個のプリセットが一個の楽器なんですよ。もう楽器状態になってるわけだから、だから普通に全然活用したらいいと思いますね。でもうちょっとそこから、まあそれをこうやってね、全部そのまま使うと、いわゆる誰かと被る可能性は非常に高いわけですよ。同じシンセでこの同じプリセット使ったらね。でしかもこうやってなんか見えてると、こうかなり表にこう出てくるリズムとかだと被るとかなるので、だからそういうのはちょっとこうなんかこういじればいいわけですよ。なんかね、こうどっかパラメーターとかね、まあ、なんかしない、適当にいじったけど、なんかかっこいいじゃん。適当にいじったけど、かっこいいよね。だからこんな風に簡単にちょこっといじっただけでも、もうオリジナリティも出るから、まずはこんなつまみとかね、もういろいろこうグリグリとかいじらないで、もうとりあえずプリセット用意してそれ並べていく。で大まかなコード進行、まあだいたい4つ並べればそれっぽくなるから、曲の展開もしやすいし、いじりやすいし、それなりの尺も稼ぎやすいですから、これなんか並べただけでもう3分半ぐらいあるからね。うん、まあそこからやっていって集中力出てきたらいろいろいじればいいわけですよ。でまあちなみにこれはこの最初のね、コードの循環から始まって作り始まって、でまあイントロちょっとつけようかってことで、イントロは普通にこのお尻の2小節分をちょっとこう空白入れて改造しただけっていうね。っていうだけで、まあイントロで、まあ最後は別にこれもコードの頭だけ、もう終わるだけ、まあプツッとね終わってもいいしね、まあいろいろなので本当コード4つ並べただけで大体いろいろ何でもできるので、そんな感じでそこからスタートでやっていくと、まあ集中力出なくてどうもやる気ないなっていう時、まあとりあえず集中力をこう取り戻さないと、作り出さないといけないので、まあそのカンフル剤としてはシンセでプリセット利用して並べていくだけという作り方も非常にいいと思いますのでおすすめいたします。まあ、ちなみにねちょっと関係ないけどね、これ結構良くない？FM8 のエレキハープ、これ僕よく使うんだけど、結構ちゃんとポーンとこう音抜けてきてくれて、で、まあ、かつこういい感じの距離感というか音像感というかね、でなんかすごいなんかデジタル臭いわけでもないし、 生楽器臭くもないっていうか、なんか中途半端なとこにいてなんかちょうどいいんですよね。うん、いいですよね、エレキハープおすすめ。おすすめです。はい、ということで、よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご覧いただきありがとうございました。やすでした。ではまた。